はい、こんにちは。京都の絵描き米半です。本日は絵本作り第2話です。やっていきたいと思います。創作の物語を今作っていまして、その絵を描いていく企画でございます。今試行錯誤中ですが、作品の制作過程として皆さんと共有しながらやっていこうと思っております。それでは早速朗読開始していきます。絵と一緒にお楽しみください。僕一人で行く。彼は僕の提案を遮りました。唖然としましたが、よく考えると彼はたった一人でここに来たのです。うごめく雑多な大人たちの一人の僕。そんな僕よりもきっと強い挑戦者なのかもしれない。だったら助けたいというよりは、そばで応援したい。そっか、分かったよ、応援する。僕から手伝ったりしないよ。だけど、ここは広くて人が多いから、危険もあると思うんだ。うん。やっぱり目には涙を浮かべている。どうやら不安は感じているようです。さすがに2歳1人でエスカレーターやエレベーターを使わせるのは大怪我のリスクもある。3階にあるガチャガチャの森まで一緒に行かせてくれないかな。トーマスを見つけたらお別れだよ。なんとかして期間限定の保護するものになろうと思ったのです。彼はこくりとうなずくと動き出しました。そうだ少年、ごめんね。着くまでこれをかぶっておいて。はい、ここまでが第2話でございます。絵と物語楽しんでいただけましたでしょうか。まだまだね、先は長いかもしれないですが、順序よくねやっていけたらと思っております。それではまた第3話をお楽しみに。